25日に告示される福岡県知事選挙。小川知事の職務代理者を務める服部清太郎副知事が出馬の意向を固めたことが分かりました。今日から始まる2月定例会の代表質問へと向かう服部副知事の表情はどこかすっきりしたようにも見えます。昨日自民党など県議会の主要3会派から出馬の要請を受けた服部副知事、関係者によりますと昨日までに正式に立候補する意向を固め周辺に伝えたということです。今日の代表質問では事実上の出馬表明とも取れるやり取りも交わされました。小川県政の正当な検証者として知事選への出馬を力強く要請いたします。極めて重く受け止めさせていただきます。熟慮の上、小川知事とご相談をさせていただき、責任を持って決意を表明させていただきたいと考えております。実は服部副知事、知事選に向けたパンフレットの作成作業にも入っていて、明日の代表質問後、入院中の小川知事と会い、早ければ明日の夕方にも出馬の意向を表明する見通しです。知事選には久留米市出身で元国交省の局長奥田哲也さんも出馬の意向を示していて、保守系候補の一本化がなるのかどうかが今後の焦点になります。